そういや、この間外出た時に釈迦さんのバッグ持ってる人ってよ。俺のバック？CR のさ、アイ泥コンみ棒？たいなやつあるやん。ああ、泥棒やば。びっくりした。CR。俺も泥棒かと思った。やばいでしょ。わかる俺もどうかと思うで。釈迦さんのアイコンのさ、トートバッグみたいな、持っへえ、てる人。これまだ見たことないな、その街中で。マジびっくりした。ええー、ちょっと話しかけてみて欲しかったな。いえいえ、もう確かに。怖かった。どこでこうなんですかって。一目散に離れた、これ。まずいまずいっつって。まず怖すぎる。声の一言でも発するもんならね、即バレよ。いや、でも感動したな、見たとき。いや、いいな。でも確か俺もね、前にもだいぶ前だけど、3、4ヶ月前、VDK のボドカさんのリドルかなんかの T シャツ、パーカー着てる人見かけたんだよね。俺もその時一目散に逃げたね。逃げてもギリバレるけどな、釈迦さん。いや、後ろ姿だったから見たのが。ああ、そうなんだ。そうそう、ちょっとすって、もうかなりスピード緩めて。子供連れてたから。ああ。よしっつって。だいぶ距離開けて。見えなくなるなんまかで。感動せん？した。するよね。いや、でもね、めっしかちゃも感動リしトた。ルのやつってなんか普通にありそうなパーカーだからさ、そのデザインが。ああ、俺確かわざに。わざその後ろ歩きながら調べたもん。リドル、パーカーっつって。本物かな？ああ、そしたら全く同じ配色のやつできて、うわ、そうだ、あれだって。調べ終わったら離れそう、た。離れた。すー。いいよ、なんか、ちょっそういとうの前、もう秋ない葉行っかたときな。とかな、もう壁にデカデカと渋ハロおったりしてたから。あ、あ、わかる。えー。ああ、渋谷とかもありますよ ね。このそ前、れの。渋谷遊びに行ったときに、もうクレイジーラクーンと渋谷ハルっていうポスターの真下におじじと渋ハロおった。お後ろったんや。姿でおそれ、ったん渋や。ハルやん。おったんや。おったもん、両で、ずっ方。と言ってたんでしょ。これ俺、これ俺って大きい声で。これ俺嫌なんだすよ。これ俺なんすよ。周りに聞こえる声で。ブリーズマ？渋谷ハル&ガリいリア。つもそうなんだよな。ゲーム配信をするときなんかも、いるぞ。大会やイベントを開催するときも、ガレリアは頼れるパートナーです。みんながゲームを通してさらに盛り上がるための架け橋になっていきたいです。さあ、ガレリアとサーそのモン先さの世界へ。ゲーミングパソコンガレリア。